えと私、国立研究開発法人科学技術振興機構の岡田と申します。本日はよろしくお願いします。今まではその実施機関、まあ、研究、えー、大学とか研究機関の実施機関の立場で、えー、と皆さんお話しされてましたけども、えー、JST としては今日はファンダーの立場、 えっと資金提供機関としての立場でお話しさせていただきたいと思っております。で今日は JST のオープンアクセスの方針とオープンアクセスのモニタリングについて皆さんにご紹介したいと思います。 まず、えっと、国の政策のお話になるんですけども、えっと、オープンサイエンスの方針が初めて記載政策文書として記載されたのが2011年頃ですね。こちら第第4期科学技術基本計画において、えー、策定されているんですけども、まあ、最初はおそらくオープンアクセスがメインのトピックとして、えー、登場しているのかなと思います。でその後、まあ、第5期第6期と、えー、一過程で、研究データの方にも踏み込んで方針が策定されていっている状況かなと。 思います JST としては、えっと、国と国の動きとこう連動するように、えっと、方針とかを、えっと、策定してきてるんですけども、えっと、2013年に、まあ、JST のオープンアクセス方針。 2017年に JST のオープンサイエンス基本方針です。こちらは2013年に、えー、とオープンアクセスの方針に加えて研究データの方針を追加する形で、えー、と名前を変更して、えー、と追加しています。それから昨年度ですね、2022年。 JST オープンサイズ基本方針の改定を行っていますでこちらは、えっと、内閣府から出ている公的資金による研究データの管理活用に関する基本的な考え方で、えっと、研究データのメタデータを部分に言及されましたので、そちらを含む形で改修、えっと、して、改定している形になっています。で現在の JST 基本方針、オープンサイズ基本方針の内容をざっとご紹介すると、 えっと、大きくは先ほど申し上げましたように、オープンアクセスと研究データについて、まあ、2, 項も2項立てで、えっと、書かせていただいています。でまず、オープンアクセスについては、研究プロジェクトの成果に基づく研究成果論文については、オープンアクセス化することを原則とすると書かせていただいていまして、査、え、読、っと、済み論文については、まあ、原則12ヶ月以内にオープンアクセス化することというふうに明記させていただいています。 で、オープンアクセスの方法に関しましては、えっ、ー、と、グリーンオープンアクセスを推奨としていて、まあ、ゴールドオープンアクセスも可能というような記載になっています。で、研究データについては DMP の作成、えっ、ー、と、研究データの保存保管と公開に関すること、それから、えっ、ー、と、研究データのメタデータ、付与ですね。こちらの方の、えっ、ー、と、内容を方針として取りまとめております。 えと,ところがですね、まあ、近年、えー、と前段でもお話ありましたように、即時オープンアクセスの、えー、と動きっていうのが、まあ、世界、まあ、日本国内でも見られているのが現状の状態です。まあ、欧州ではプラン S ですね、でアメリカで OSTP が、えー、とエンバウ期間なしで、えー、と即時、 オープンアクセス化することというような方針を策定されておりますしまたあの前段でもご紹介ありましたように G7 ですね先日行われた G7 では、えー、と即時オープンアクセスで公共的なアクセスを支援するというところが示されていますで、まあ、これらの動き,を向き、えー、とに関連して、まあ、内閣府でも即時オープンアクセスに向けた政策が、まあ、今年策定される予定でありますので、まあ、この流れを受けて JST でも えっと、国の方に市に従って、オープンサイエンス基本方針を、えっ、ー、と、即時オープンアクセスに対応する形で回答を検討し、改定を検討しています。ただ、えっ、ー、と、規則を定めるだけでは、えっ、ー、と、やはり、最終目的のオープンアクセスの促進っていう部分につながらないのかなというふうに考えています。まあ、実際、その規則を定めて、その規則が周知されて、で、規則が 遵守状況をきちんと JST の中で把握して、えーと、モニタリングを行い、で、現場で実際あの、先ほど発表されてたような、現場で生じる問題ですね、を解決することができて初めてこうオープンアクセスの促進につな,がるつながるのかなというふうに考えております。JST としては、まずこのオープンアクセス率をできるだけ把握するっていうモチベーションでいろいろなこと試みをやって、 そちらの証拠を今日したいいと思っています JST がオープンアクセス率を、えー、と把握するためにまあ使わせていただいてもらっているサービスなんですけども、こちらはコーラスのダッシュボードサービスというものを使っています。 でコーラスは米国で活動する非営利団体で、研究成果のオープンアクセス化について取り組んでいる団体なんですけども、こちらのコーラスダッシュボードサービスっていうのは、会員出版社が JST の事業から生じた論文の情報をコーラスに提供して、その情報をコーラスが主役して JST に提供するサービスになっています。なので、えっとコーラス側が、えっと、集めてきた、出版社から集めてきた情報を集約して、JST にこの,このような表ですね。 形式で、えー、と提供していただくようなサービスになっていますで。こういったサービスを用いて、実際にオープンアクセス率、JST の成果論文のオープンアクセス率っていうのを算出したのが左上の図になります。で年度によって少しばらつきはあるんですけども、まあ、大体60%から70%程度でオープンアクセス率がまあ推移している状態でありました。ただ、実際に JST はこのコーラスの データとはまた別に、えー、JST 成果報告書っていうものを JST の資金提供を行った研究者に対しては毎年出してもらっているんですが、その JST 成果報告書の中には論文データも含まれていますので、その論文データの中身と、まあ、コーラスが JST の成果論文だよっていうふうにサービスで示してもらっている論文の中身をこう突合してみたんですけども、えっ、ー、と、コーラスがまあ 補足できている JST の成果論文っていうのは、えっ、ー、と、かなり一部部分のその情報しか補足できてないということが、まあ、分かってきました。で、えっ、ー、と、まあ、こういったモニタリングをもう少し正確に行いたいっていう意図で、まあ、こういう JST の報告書由来の論文データと、コーラスで補足できる論文データの違いですね。に、論文補足できるものと補足できないものの論文の違いについて、もう少し詳細に データを分析してみた結果、こちらになります。JST の報告書由来の論文,文データっていうのは、基本的にクロスレフ DOI がついているものと、まあ、一部、数は少ないんですが、ついていないものがあります。でこの表に関しては、クロスレフ DOI がついている数を集計したものになりますが、まあ、一部制度において実施した結果では、えー、とコーラスについているクロスレフ DOI と、えーと 報告書由来の論文データについてのるクロスレフ DOI をキーにして、突合した結果になります。でそうすると、大体コーラスで、えっと、補足できている、報告書の論文データで補足できているパーセントが、大、ま、体、あ、50%ぐらいであると。 ということが分かりましたでもう少しそのデータについて何で補足できないかというところを調べていくと、どうやらそのク,ロスレフにクロスレフの論文にはメタデータというのが存在するんですけど、メタデータにファンド情報が正しく付与されていない論文を、えー、とコーラスは補足できてないということが分かりました。 で論文のメタデータにファンド情報が正しく用意されていない原因というのはさまざ、あ、まなケース考えられるんですが、まあ、多くは研究者が論文の投稿に正しくファンド情報を入力していないことが考えられるのと、あと出版社がファンド情報をクロスレフに正しく登録していないということがまあ考えられるなというふうに考えています。でまあ、この結果を受けて JST としては、まあ、研究者に対してきちんとファンド情報を入力 してもらえるように周知する必要があるかなと思っています。まあ、それをすることによって、正しいモニタリングですね。応衛率の確認っていうのができるようになってくるのかなと考えております。また、先ほど話したデータ以外のお話で、クロスレフ DOI がついていない論文っていうのが一部、その報告書由来の論文データにはありました。で、その論文データの多くは、えっと、日本語の論文になっていました。 なので、えっ、ー、と、これはの日本語の論文にはおそらく、クロスレフ d u i はついてないと思うんですけど、j a ルクですね。えっ、ー、と、JST を運用している、えー、と日本の DOI 登録機関ですけど、j a ルクの d u i が付与されている論文がある可能性が高いので、えっ、ー、と、c o ラス s と連携して、CORAS 多所報サービスに、えっ、ー、と、10月より、えー、j a ルク論文のデータの搭載を開始しています。で先ほどの話まとめますと、えっ、ー、と、一つは c o ラス s 補足できない。 さダッシュボードで補足できてない論文があるというお話でしたが、えっ、ー、と、一つの原因は、きちんとめ論文にメタデータがにファンダー情報がついていないということと、あと、コーラスの、えー、とデータソースですね。サービスのデータソースがクロスレフの論文に限られているということが、まあ、一部その全量を把握できない大きな問題でした。 なので、これらの、えっと、1番と2番を、まあ、改善することによって、まあ、より正確なオープンアクセス率を算出できないかっていうところを今、検討している状況になっています。それからまあ、コーラス以外の、えっと、サービスでも、実際にオープンアクセス率っていうものを算出してみましたっていうのが、この図になりまして、具体的には Web of Science を使って算出しています。 ウェブオブサイエンスで算出した結果なんですけども、まあ、これも年度によってばらつきはあるんですが、大体60%程度のオープンアクセス率っていうデータが出ています。で先ほどのコーラスのお話では大体60から70%程度なので、まあ、似ているといえば似ているんですけども、やっぱりそのコーラスの問題でもあったように、このサービスが取得してきているデータに、この、えー、と率っていうのが依存する形になってきているので、 まあすごく正確なオープンアクセス率っていうものをまあ現状のサービスで把握すること,とっていうのはなかなか難しいなっていうのが、えっと、現状の感想になります。ただ、いずれにしても、えっと、原則として公開としているオープンサイエンス基本方針の遵守率っていうのはそこまでむちゃくちゃ高いわけではないのかなというふうに思います。ので、実際には、えっと、原因と こういうオープンアクセス率を推進していくためには、原因の分析と対策が必要ではないかなというふうに考えています。でオープンアクセスが促進されない原因っていうのは、まあ、先ほど、えー、と前の講演でもお話しいただいた部分、かなり大きいと思っていますが、まあ、JST としてはオープンサイエンス基本方針を出しているんですけど、まあ、きちんと研究者に、皆さんに周知できてないのかなっていう部分も一方、側面としてはあるかと思っています。 あと、オープンサイエンス基本方針自体が、まあ、努力義務のような形の書き方になっていて、完全に義務ですよっていうふうに書かれてはいないっていうのと、あと、研究者に対して守らないからといって罰則の規定も特にないというところも、まあ、なかなかこう進みづらい原因なのかなと思います。あとは、やっぱり現実問題、その、エンバー後の、ジャーナルのエンバー後の著作権の問題や APC が非常に高すぎる。 といいっった問題も現場ででは起こっていますので、まあ、そういう部分も含めてなかなか進まないというところと、あとオープンアクセス化に伴う研究者の負担が、まあ、メリットに対して大きすぎるのかなと、特にグリーンウェイの場合、出版社の権利確認やセルフアーカイブの負担ですね、先ほど皆さんもおっしゃってましたけど、かなり大きいと思いますので、まあ、これらをえっと進めていくというのがなかなか難しい状況になっているんじゃないかなと思われます。で実際その JST のファンディング部署ですね、の現場の意見を聞いてみると、先生方のご意見はやっぱり APC に対する懸念っていうのがかなり大きく占めていました。で、まあ近年は APC 上昇してますし、まあ実際研究をされている皆さんは、えっ、ー、と、APC を支払いするような財源もないというところがやっぱり強く、えっ、ー、と、現場として課題として出てきているようでした。 これらの問題をやっぱり解決しないとなかなかオープンアクセス率っていうのは進まないんだろうなというふうに思います。で一方、それを解決するためにやっぱり APC の支援っていうのも,もう考えないといけないんですが、まあ、JST で試算したところ、仮に JST の非 オープンアクセス論文、今の非オープンアクセス論文をゴールド o a に全部移行したとすると、年間10億から20億ぐらいの APC が必要という資産が一応出ています。これはざっくりとした資産なので、かなり正確ではないんですけど、まあたいそれぐらいの資産が出ているとで。そういう財源をどこから持ってくるのかっていう部分は、やっぱり一つか解決するべき課題かなと思っています。であとは、えっと、 やはり研究者個人に対するメリットっていうのをやっぱり示しにくいっていう部分もあると思うので、論文のオープンアクセス状況を JST の評価体制に組み込むとを、オープンアクセス化を推進するようなメリットというのを個別に研究者個別に個人に対して提示するっていうやり方もあるんじゃないかなと思います。あとはそのプラットフォームの話になるんですけども、まあ、こちら NII が中心に進めていると思われるんですが、まあ、機関リポジトリだけじゃなくて、えっ、ー、と、さまざまなその公開プラットフォームの選択肢を研究者に対して与えてあげるっていうのも、まあ、重要かなと思っています。で、その試みの中の一つ JST は、えーと、プレプリントサーバーですね、の JKYB を2022年より開始しています。で、まあ、プレプリントがオープンアクセス論文化っていうのは、まあ、 一般的にちょっと議論あるとは思うんですけども、こういった、えっと、プラットフォームの拡充っていうのも、まあ、今後必要になってくるのかなと思います。少し、えっと、宣伝になってしまうと思うんですけども、まあ、先ほどご紹介したように、昨年ですね、えっと、プリプリントサーバーを、えっと、JST で公開し、ローンチしましたので、あの、ご興味ある方、アクセスしてみてください。 でこれまでの話まとめますと、やっぱり政府はこ、えー、と即時オープンアクセスに向けた政策を、えー、と策定されるとしてくると思われますので、それに合わせて JST を含めた各 FA も、まあ、規約を改定するなり、なんなりして対応を行うことになるかなと思います。ただ、規則を定めるだけでは、やっぱりオープンアクセスは促進されないと思いますので、えー、と正確なオープンアクセス率の把握と、えー、と現場で生じる課題、 を解決して、実質を上げることがまあ最も重要なのかなと思います。で、具体的には、まあ、モニタリング手法の確率ですね。まあ、なかなかうまくいってないですけど、まあ、正確なオープンアクセス率を把握するための手法の確率。あと、現場で勝利する問題ですね。まあ、これもなかなか難しい問題なんですけど、APC とか、あと、オープンアクセスへの、まあ、現場の意識ですね、研究者の意識を上げるという部分も解決には必要なのかなと。私はやっぱりちょっと 大きく感じているのは、やっぱり FA とか研究者とか出版社とか実施機関とかで、オープンアクセスに関してこう連携するような体制がま取れてないのかなというふうに思っているので、まあ、各コミュニティで、えーとまあ、こういう場であったりとかですね、議論が必要なのかなというふうに考えております。はい。すみません。ちょっと長くなっちゃいましたけど、私の発表はこれで終わります。